わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。スーパーインフィニティ戦士アミダ、ちょっと名前はあれかなと思うけども使っていきましょう。で、未開の40をやろうかマーチをやろうか迷ってて、まあ未開40の方が友情ブリブリ入りやすいし面白いかなと思ったけど、まあちょうどマーチ来てたんで、じゃあマーチやろうかなって感じでやっていきます。運極ボーナスごちそうさまです。はい、でね、早速アミダ説明していくんですけども、いやー、あれだね、分岐しなかったね。まあ、もしかしたら明日分岐するかもしれないけど、超アンチダメを超枚数 EL だね。で、アンチ減速壁とドレイン持ち、回復もしやすいね。ただ俺反射だと思う、反射だったらなぁ、天馬いけたんだけどね。で、まあ、自強化プラス、貫通弾。まあ、ダムシちゃんと一緒だね。で、ツインインボルトスピア。いや、インボルトが2発出たところでと思った方、威力が、マナの3倍。どう？あ、言うだけのことあるね。まあもちろんね、巷では騒がれてますよ、すでに。いや、こいつのせいで鳥獣の確率渋くなるのあれなんだけど、みたいな意見もあるけど、でも、これ弱いかっつったら強くね？素直に強くない？まあもちろん今やってることってソロモンでもできちゃうんだけど、そう、ソロモンでもできちゃうんだけど、一応強いよね、ぐらいには評価されるんじゃないかな。どうでしょう。インボリュートだけだとさすがにボス削りはソロモンのが上だね。まあさ、あれは弱点必中だしね。ただまあもちろんね、減速壁を持ってるんで、こうやってね、普通に処理しながら動いてあげれば、まあ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 、強いよね。うん。決して弱いキャラクターではない。だから、今ね、ネットでその、アミダ微妙じゃねみたいな意見が多いんですけど、じゃあこいつが弱いかって言われたら、全然弱くはないのよね。そこだけはね、間違えないであげてほしいの。だってさ、ついこの間、まあ、ついこの間でもないか。先に雑魚処理しちゃおう。友情で。友情楽勝。ほら、雑魚溶けた。はい。で、あ、プニュ、プニュじゃん。プニョ。プニュの処理をスルーしちゃったね。ついこの間重心化したばっかの、もう一回言うわ。ついこの間じゃないかもしれないけど、ほら。風雷ちゃん。風雷ちゃんがさ、弱キラーもちょっと、あ、ここ気持ちいいかも。1体でいいんじゃねえの？ちょっとやってみよう。気持ちいい。風雷ちゃんがさ、インボルズスフィアのマナセットもらってキラー持ちで、あ、強い強いって言ってたじゃないですか。でも、アミダはその威力の3倍だぜ。だからそう考えれば、もちろん、超砲撃じゃないから誘発だと落ちちゃうけど、単純には強いんじゃねえかなと思うんだけどね。まあ、強いて言うなら加速要素として超アンチ減速壁が欲しかったなっていうのはあるけど、そう、これが超アンチ減速だったらまた世界だいぶ変わってたと思う。動きやすいし、強いし、ね、だいぶ良くなってたと思うんだけど、まあ、悪くはないと思うのよ。だからそう。なんだ、俺がね、アンチ声ばっかたまたま見ちゃっただけかもしんないのよ。かもしんないんだけど、決してこの子は弱くない。そこだけはね、分かってあげてほしいわけよ。むしろ、既存のキャラの中ではだいぶ強いと思うぜ。友情コンボの威力確かに、リフレクションリングに比べれば大したことないけど、大したことはないけど、まあ弱点とかも拾いやすいし、触るだけで発動してくれるし、全然いい方だと思うんだよね。だからまあまあ使ってあげましょう、皆さん。せっかくね、重心化回したんだから。じゃあ SS も打っていくか。SS はダムスちゃんと一緒だから、まあ、いいや。いっぱい触れよ、敵に。敵にいっぱい触れて、ビームをあんま当てないように。あ、やべ、殴りでめっちゃ削ってる。やばい、演出入るか。入った、ギリギリ。ん？え？ん？ちょっと待って、今見えなかった。うん、初手で打とう。いや、しかし、マーチ楽だな。これ、未開もやっちゃうか、一緒に。多分、未開も気持ちよく勝てると思うんだよね。だから、とりあえず、まあ、3体触れて、はい。で、何飛んでった、今。レーザー？あ、なんか、ベベベって出てた。あ、今のが追撃なんだ。あんま強くねえな。なんだろう。ほら、アミダってさ、お手手で牛があったじゃないですか。お手手で牛が結構インパクトあったから、そっちベースでも良かったんじゃないかな。どうなんだろうな。でも私はね、ワンチャンかけてんのよ。ワンチャン。
あの分岐重心化が明日の夜、まあ、あの弁天様と同じようにいきなりドドンと来て、であっちほら重力ベースじゃん、重力転送壁もらって来るんじゃねえかな、天魔の旧適性、普通に反射枠で、まあ、何かしらのキラーもらっちゃったりしてってなったら嬉しいなって思うんだよね。え、マーチ終わり。あ、本当はレーザー一瞬ビッと出てるわ。じゃあこのままね、私は動画をスキップとか編集とかできないんで、このまんま見返りに行きます。うん、だってこれだけで終わっちゃうのはさすがに重心化回、重心化に対してちょっとねえ、限定キャラだし、もう一声動画行こうか。だからちょっとこの間は、うん、クリアタイム最速出るよね、そりゃ最速だ。うん、あまりにね動画が短すぎるんで、だってマーチが楽なんだもん。あ、さっきね絶球トーナメントをやったんですけど、あの絶球トーナメントでコンプレックスやって、コンプレックス難しいなって思った。はい、助っ人民でね、あの多分まだいないと思うんで、私のサブ機で置いといた、置いといた。はい、これでじゃあ行ってみましょうかと。で、未開の40もソロモンで友情で楽勝ですができるんだけど、こいつに至っては減速回も対応してるからより楽なんじゃないの。スイッチ入れた瞬間にインボルト出せば終わりでしょ。うん、殴っちゃったな。まあ、超マイスイールだからね、殴りも強いからね。ただマーチはもう正直終わってる方多いと思うけど、もうね未開なんてまだまだやる人多いだろうし、あ、どうやってんだっけ、こっちか、え、どっちだっけ、まあいいや、違ったらごめんね。はい、ミスった。あー、溶けねえ、やっぱソロモンほどじゃねえな。そうだよ、ソロモンはで弱点にさコンコンコンがあるから強いわけであって、そっか、倒せないんだ。あ、うっそ、ごめん、じゃあ普通にコンコン頑張るわ。あの全然脳死でいけると思ってた、脳死でいけると思ってた私でした。あ、終わったかもしれない、ちょっと待って、あ、普通に倒した、もしかして、いや倒してね、ちょっと待って、喋るに一回見ます、ちょっと一回喋るやつ行きます。これで友情で3分の1か。3分の1削りだから、本当にさほど強くねえな。比べる相手がソロモンってのは悪いけど、ソロモンほどは強くねえな。あー、いい角度、いい角度。でも回復しちゃってるから結局殴んなきゃいけないんでしょ？よし、行ったっしょ。あー、危ね。はい。というわけでね、まあ、未開もやっていくんだけど、今やった感じ、ソロモンの友情と比べちゃうと、やっぱ火力不足感否めないよね。あ、これ確かね、画面の下にいなきゃいけない気がしたんだよな。だからちょっと。いや、押しちゃった。うわー、マジか。押しちゃったね。これ結構普通に苦戦するかもしれないんで、ここで尺が伸びるのも、あれだけど、まあ、ご了承ください。まあ、未開ね、今後もやる人はいっぱいいるし、未開踏みでしょ？こんなもんか。あー、ちょっと多く踏んじゃったわ。そう、ミカヤまだまだクエストとしてね、息が長いんで、いいんじゃねえかな。どうやってやんだっけ、これ。こっちから行って、1踏みして、1踏みして。よし、いい感じ。で、次に EP が、すでに浮いとこにいるんで、横間で上がってってピンクハイリーの超マイスイ EL を生かしていきたいところ。そっか、コンプレックススイッチほんと嫌い。あ、強っ。おー、強いじゃん。今んとこいいな。うん、超マイスイ EL がしっかりきた。あ、でごめん、見せてなかったわ。合計で同族過激3種と、これ関係ねえや、同族の過激3種と激種と戦型の線、あの、過激が乗っかってるんでご了承ください。青で、これは、あ、ほんとね、このコンプレックススイッチ、デッキだ。好きな人あんまいねえと思うけどね。友情で、行かない。うん、行かないね。これだったら、超減速持ってるエミリアの方が強いかもしんねえ。まあ、だってエミリア弱いとは言ってないからね、私は。縦軸で、
1回踏んで、あ、あーラッキー、すごいグダルじゃん。マーチであんだけ楽勝だったのが嘘見て、マーチ楽だったんだけどな。やっぱああいう方がさ、喋りとしてはやっぱ余裕ができていいよね。喋りながらやるに関しては倒せ、あーし、よし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 、オッケー。あんまりグダルとさ、本当に、いや、こいつ本当うまくねえなっていうコメントで溢れ返っちゃうんで、悲しい気持ちになるんですよ。まあ、確かに、別にね、私はうまくはないよ。うまくはないけど、その悲しいコメントで、傷がつかないほど魂が強いわけでもないんだよね。ご了承ください。SS 行ってみっか、自強化として使って。ほい。ね、これも追撃乗るからね、過激が多分。お、いいね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 。で、そこに対して、おまけレーザーが1段階目だけど、しょぼ。まあ、うん。なんだろうね。ちょっと寂しいね、これ。そしたら。あ、それた。けど、まあまあいいや。よし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 。次 4P が乗っかってるか乗ってない。いいね。これ多分友情でいけんじゃないの？下配置してあげたいけどな、あわよくば。だからゲージがないからさ、そう、ゲージがないから、減速壁で止まるとかできないんだよね。そういう小技。残念。あ、全然関係ないですけど、多分、近畿の20の周回だっけ ?25 だっけ、どっちだっけ、あ、ナユタのところ、あそこめっちゃ強いんじゃねと思いました。丸。踏むなよ。いいね。で、止まってその辺にいて、あー。できれば下にいてほしかった。先生に段階目打ってくか。そうだね。ここね、エミリアで動画上げた時もそうだけど、クソほどグだったんだよね。うん、そう、クソほどグだった。青入って、赤入って、戻ってきて、友情ボンボンボン。友情一発か。でも、まあ、削りはすごいね。状態上ブラストそんな強かったっけ？あ、9万8000か。まあ、そっか、威力で言うと大したもんだよね。二段階目たまんねえな、これ。赤入り。赤薄く入り？もっといるとあるべ。踏んで、青入って。赤踏みそう。あ、踏んでねー。やばいかもしれない。スイッチもぐしゃってるしな。パック使っとくか。よし、上入った。で、下踏んで、地雷回収偉い。踏むなよ。よし、偉い。で、HP か。これ地雷は回収、あ、しなきゃダメだね。二段階目、行こう。入った、オッケー。まあ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 、ソロモンみたいにバカクソ友情超強いマンで攻略ってわけじゃないけど、まあ適正キャラが少なかったところに、こうやって適正がズドンと入ってくれるのはすごくいいと思いました。ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございました。まあ、強いわ。できれば重心化分岐お願いします。で、天魔6ぶっ壊しか、天魔9ぶっ壊しください。お願いします。バイバイ。